メラニー・クラインは、オーストリアのウィーン出身の女性精神分析家。児童分析を専門とする。ガリチア出身の東欧系ユダヤ人の父、イシュモーリッツ・ライツェスと、その再婚相手で、スロバキアのラビの家系である母、リブサの間に生まれる。入幼児期における良いチブサと悪いチブサの未統合によって、精神的な問題が起こるとした。後期。 フロイトの死の欲動概念に注目した独自の方向性でクライン学派を作り出し、フロイト以後の精神分析に大きな影響を与えた。自動分析には両親の参加は必要ないと主張して、フロイトの末娘、アンナ・フロイトと論争を行った。また、フランスの現代思想家、精神分析家であるジャック・ラカンや哲学者、 ジルドゥルーズの理論に影響を与えたことでも知られている。クラインはフロイトの根本的な前提のいくつかに疑問を呈していたが、いつもフロイトのアイデアを忠実に支持していた。クラインは幼い子供たちに伝統的な精神分析を使用した最初の人物で技法と幼児の発達に関する理論の両方で革新的だった。強く意見を述べ、 追随者からの中精神を要求する彼女は精神分析の有力なトレーニングプログラムを確立した対象関係論の共同創始者の一人である。クラインの理論的研究はすべての生物が無機状態に引き寄せられているというフロイトの死の欲動の概念を取り入れ子供の攻撃性をその方向で解釈しようとする。子もに対するフロイトのアイデアは主に大人の患者との 仕事から来たものだが、クレインは子供と直接仕事をすることで革新的だった。子供の遊びを感情的なコミュニケーションの主要なモードとみなし、子供たちが人形、動物、プラスチック、鉛筆、紙のようなおもちゃで遊ぶのを観察した後、クラインは遊びの具体的な意味を解釈しようとした。彼女は親の人物像が、 子供のファンタジーライフで果たした重要な役割を強調し、フロイトが考えるエディプスコンプレックスのタイミングが間違っており、もろもろの心理的葛藤が誕生直後から存在し、それが後の疾患の原因になると考えた。フロイトの娘アンナとの論争は、児童精神医学を複数の流派に分裂させる原因となった。フロイトに対し、 全面的批判を展開したジルドゥルーズフェリックス語りは部分対象という概念に理解を示しながらクラインにも共通するエディプスコンプレックス主体の解釈方法を強く批判している。ありがとうございます。